はい、今回はですね、バンダイさんの名作ファミコンソフト、お化けの9太郎ワンワンパニックを20年ぶりぐらいにやってみたいと思います。結構ね、このキャラクターもんって、あまり面白くないゲーム、意外だと結構多かったんですけども、このお化けの9太郎はなかなかね、よくできてるというか、好きな面白いゲームでした。ちょっとまあ、いろいろなルール覚えてないんですけど、まあやってみたいと思います。なんか結構アイテムを取るのが重要だった気がしてね。待て、なんとこの、ジャンプの仕方とか覚えてるんですけど、確か、それはお化けの9太郎なんでね、飛べますよね、空を。押しっぱなしかな？あ、飛べた。これ今、透明になってるっていう。ね、でも、多分これ飛んでると、このヘリが速いんで、上のパワーのね。うわー、これ嫌やな。うわ、危ね、おぉ、ここで多分よく死ぬポイントだと思うんですけどね。あんま飛び続けない方がいいかな。なんか音楽もね、結構好きですよね。ガウってパワーの下に出てるんですけど、あれが多分さっきの、なんですか、なんか飛ばした武器だと思うんですけど、ここよく死ぬポイント。おぉ、危なかった。まあなんだかんだでやっぱり、ね、よくやったやつっていうのは覚えてますよね。いうの別に吠えへんやつはいいんかな。ストップで出てきたね。出てきたっていうことはここ全部取れっちゅうことかな。お、なんか出てきた。ね、いけると。そういうルールですかね。よしよし。うわ、なんか嫌なのおるな。ほっ、あ、嘘そえ、その、死んでいってるやつに当たっても死ぬの？そうか。しかも今これ、今死んだからその、ガウ？ワンってやるやつが、このアメちゃんと、あ、4個増えましたね。よかった。あれがないとね、こういうとこちょっと行きにくいんですよね。危ない危ない。いや、ちょっとさっきのブルドッグの下りは、あーブルドッグの下りはちょっと、腑に落ちないっていうか、ねえ。忍者くんやったら、あれ、むしろ、蹴飛ばしたら点数入ったと思うんですけどね。ちゃうかったかな。まあまあ、それはさておき。危ない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 。危なかった。ちょっとあんまり無理に取らん方がいいかな、あの辺は。取らないといけ、難しい、結構難しいな。ちょっとまたリベンジしたい、言えてない、リベンジしたいと思います。ありがとうございました。